改札口駅名標福岡空港駅は福岡県福岡市博多区大和下臼井にある福岡市地下鉄空港線の駅。同線の終着駅であり福岡空港地下にある。駅番号は K13。駅のシンボルマークは福岡市出身のグラフィックデザイナー西島伊佐がデザインしたもので空港にちなんだ空を飛ぶ飛行機である。博多駅が管理し、 JR 九州サービスサポートが駅業務を受託する業務委託駅である。島式ホーム一面二線を持つ地下駅。ホームドアが設置されている。ホームは地下2階にあり、地下1階にコンコースがある。通常は2番乗り場を使用し、1番乗り場はラッシュ時等列車本数が多い時に使用する。 地下鉄アクセスホール2019年度の1日平均乗車人員は27,845人であり、天神駅、博多駅、名野浜駅に次ぐ第4位である。近年の1日平均乗車人員の推移は、下表の通りである。福岡空港の最寄り駅であるが、単なる空港最寄り駅にとどまらず、駅前には、海町、締め町など郊外への一般路線バスも発着している。 他、空港ターミナル前には高速バスも多く、発着しており、福岡市の交通の結節点としての役割も強い。福岡市地下鉄空港線は、日本の地下鉄で唯一空港に直接乗り入れている、路線である。東京国際空港、成田国際空港も、都営浅草線直通列車が運行されているが、あくまで、京浜急行電鉄空港線並びに、 京成電鉄本線、成田スカイアクセスとの相互直通運転による乗り入れに過ぎず、空港駅を含む区間が地下鉄というわけではない。ありがとうございます。